はい、なみさん、はい、YouTube です、はい、お願いします。お願いします。まあ今日はね、はい、荒木孝弘に、はい、飛び入り、はい、飛び入りゲストとして参加してもらってます。また来ちゃいました。お願いします。いや、本当偶然というかね、うん、さっきなみさんが携帯見てあれ荒木やって言ってそうで、あのすぐ近くにおるから遊び行っていいですかって言って来てくれて、そうで、はい、実はというかネタバラシというか、はい、前回出したあの動画で天の声がこう入れ替わってる、はい、なんか、はい、違う人がやってるっていう、はい、あの天の声の正体が荒木孝弘でした、はい、でした、はい、っていう、はい、だからナミさんじゃなくてナミさんでしたもんね。そういつもと、ね、いや、そうなんですよ、そうイントネーションが違ったっていうね、はいはい、ありがとうございました。ということで、まあ、今回はゲストをお招きしてね、はいはいはい、始めていきたいと思います。お願いします。お願いします。ね、質問回答シリーズです、はい、また6つ、うん、あのコメントにいただいた質問をピックアップしているので、はい、あの答えていっていただければなと思うんですけども、はい、今日はだから荒木さんも一緒に、分かりました、お答えいただくと2人の回答をね、はいはいはい、じゃあいけますか。はい、行きましょう。荒木さんがそこ行きましょうです。行きましょう行きましょう。全然動画全然動画見てへんやん。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ一つ目の質問いきますね。はい、今並さん質問です。プロ野球選手のヘルメットでものすごい汚い選手をたまに見ます、うん、あれはなぜ汚れているのでしょうか。グローブやバットと違って手入れなどしないのでしょうか。今並さんは現役時代ヘルメットをどう扱っていましたか。うん、あ、おるよね。いますね、ヘルメット、はい、汚してる人、はい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 、あれはというか、まあ、あの、うん、好きな人汚れてるのが好きな人も中にはいるよっていう。え、わざとってこと？そう、わざと、うんうん、で、あの松屋にあるや、あの、はいはいはい、バットをあの握るときにこうスプレーとか、あと、ね、そうスティックタイプのやつもあるんやけど、うん、あれをこうやってバットとかねちゃねちゃってして、うん、でヘルメット触って、うん、汚していくっていう。そうで、僕はあの綺麗なやつが好きやったから、うん、あの汚すことはなかったし、うん、汚れたなと思ったらちょっと拭き取るぐらいはしてた。綺麗にしてた、ね、うん、がっつり磨いたりはせんかったけどね。荒木、うん、どうやった。いや、ごめん、高弘どうやった。いや、どっちもいいんですけどいや、僕もでも綺麗な方がいいですね。あ、汚さない派ですか。でもなんかこうね、松並とかやって、うん、でこう触るとどんどん汚れていくんですよね、うん、なんかこうヘルメット直したりしたら、はいはい、そう、あと癖でね、こう素振りとかしてちょっとこう耳のところを触るとかっていう癖とかも人それぞれね、うんうん、あるから、まあ汚れてはいくもんですよと、うんうん、だからあれでしょ、ダメージジーンズ的なことでしょでそういう感覚なのかなですよね、その、うん、ね、そのダメージ加工していってるみたいな、色落ちしていってるみたいなジーパン、うん、その感じですか。まあそんな感じやんな、うん、そうですね。そう、う本当に中にはもう新品を汚す人もいますそう、はい、新しいヘルメット来ました、もう来た瞬間の、うん、あのわざわざそう、うん、ベタベタにする、そう、だから昔ね、昔とか前にマニー・ラミレスって、うん、はい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 、選手がメジャーリーグ、ね、ね、そう、うん、マニーがめちゃめちゃやってた、やってて、うん、あのその時に一時流行った、うん、かっこいいみたいな、うん、流行ったことはある、うん、はいはいはい、うん、感じかな。プリクラは貼らなくていいですか。プリクラはギリ報じギリ貼らない、報じ貼ってたねわ、うん、かりました、はい、じゃあ次いきますね。例えばシーズン途中から1軍に上がって300打席で3割と規定打席到達の2割5分から6分だと、どちらが評価されるのでしょうか。あー、なるほどね、はいはい、これどっちだと思う。規定打席じゃないですか、やっぱり1年間やっぱり試合に出るっていう方が価値があるんじゃないですか、うんうん、同じ、うん、あ、一緒、同じ意見、うん、だからこの前動画でね、規定打席の動画上げたじゃないですか、うん、で規定打席っていうのはもうめちゃめちゃ重みのあることですよって、うん、言ってたんですね。そう、規定打席に立つイコールレギュラーっていうね、はい、うんうん、見たよね、どう、はい、見ました、もちろん、はい、うん、言ってたなと思いました。絶対見てないな。そう、だからあのシーズン途中に1軍に上がって3割
打ちますと、うん、でこれもめちゃめちゃ評価としては高いよ、うん、ただその、ね、シーズン途中に1軍に上がって、うん、どれだけ打席数をこなしたかっていうのもまあ影響するよね。だから、うん、あとちょっとで規定打席なのか、うん、もうあの100打席ぐらい届きませんでしたのかっていうのも全然変わるしね、うん、なるほど。ただ、まあ総合的にというか、うん、まあね、規定打席立った方が評価は高いよな。 そうですね、うん、そう思います、うん、なるほど。だから契約更改の時にどっちの方がウキウキで契約更改に臨むかって言ったら規定打席な、間違いです、ね、我々は立ったことない立ったことないですけど、立ったことないから分からへん、はい、予想ってことですね。予想分かりましたじゃあ、3問目からいきますね。のみさん質問です。大差で負けている試合が多いのですが、9回に逆転できないくらいの反撃をしたときに、明日につながりますねとよく解説者が言っていますが、本当に明日の気持ちが変わるものでしょうか。自分は負けは負けだし、また投手も違うのであまり変わらないと思うのですが、お答えいただけるとありがたいです。よく聞くフレーズやんな。よく聞くよな。そうっすね。どう、明日につながる、あんま関係ないじゃないですかもうそう言うしかないんじゃないですか。言いますよね、正直。確かにね。だからね、大差で負けてます、うん、で集中力とか、まあ、大差で負けてる時ってね、なかなか維持するの大変ですと、うん、ただまあなんていうかな、試合の最後終盤にヒットを打ちましたとか、うん、ってなったら確かに次の日に向かって、なんていうん、明日も打てるんじゃないかっていう気持ちは出るよね、うんうん、多分個人的な問題ですよね、多分。そうだね、チームっていうよりも個人的に最後打ったら、やっぱり次の日もちょっと気持ち的に、うん、なんか、うん、だからね、うん、パワープロのこのこんなマークになるのか、うん、こんなマークになるのかみたいな、うんうん、気分的に全然違います。そうですね、選手個人の問題ってことね、うん、そうですね、うん、確かにそんな感じかな、うん、まあ、あんまり気にはせんと現場これで明日につながるぜとはなってない。だから現場レベルで、うん、逆転できひんけど、うん、なんかこう追い上げましたって言って試合終わりました、うん、OK 明日につながるで、うん、とかっていう声はないからね、うんうん、なるほどね、わ、うん、かりました。じゃあ次ね、今野さんこんにちは。質問があるのですが、選手同士でサインを書いたりもらったりするのですか。特に入団したての頃などテレビで見ていた憧れの選手が目の前にいてサインが欲しくてたまらないと思うのですが、いかがですか。また〇〇選手のサインもらってきてと頼まれることも多くあると思うのですが、そういうのは了承するのですか、お断りするのですか、という。あ、これね、僕個人の話をすると、うん、僕はもらったことない。あ、その選手に。そうなの。ない。へー。ある。僕あります、うん、あ、自分が欲しくてもらった。欲しくてもらいました。お、ちなみに誰に。青木さんにもらいました。それは欲しいわ。青木のりちかさんね、うん、確かにもらったんや。もらいました。でも青木さんだけかもしれないです。あ、自分でもらったの、うん、はいはい、しかもそれも、うん、青木さん使ってたバットが、うん、まあ、多分もう使わなくなったっていうのがあって、はいはい、そのいただけるってことになったんで、まあ、それだったら せっかくだったらサイン書いてくださいって言って、それはそうですね、それをもらいました。でもその色紙に書いてくださいはないかもしれないです。あ、はい、なるほどね。確かにバットやったらもらいたいね、うん、もらいやすいしね、欲しいですよね。確かに、うん、ああ、なるほどね。え、じゃあ家に青木さんのバットあるんですか。あります。あ、ちゃんと袋入れて、あります。置いてあります、はい。それいいね、うん、あとね、今まあ引退してもそうやし、現役の時もそうやし、うん、ねサインもらってきて、うん、って言われることって結構あるよね、うん、ありますね。あるんすね。ありますね、うん、これは結構あって。結構へこまんそれ。いや、うん、へこまんというか、うん、どう、嫌じゃない。いや、へこまないんですけど、うん、頼みづらいですやっぱりこっちも。そうね、もらってきてって言われて、誰々のサインもらってきてって言われて、うん、で分かりましたって言って、うん、ね、サイン書いてよって結構言いづらいよな、うんうん、そうですね、結構言いづらい。そう、まあ、そのもらってきてって言われた時にさ、うん、俺のはとはならない。いや、ならないですならへん。あ、それはならない。そう、だからね、はあ、こんなこと言っていいのか分からへんけど、飲食店とかさ、行ったらサインが飾ってあったりするやん。で、あれね、その
ね、来店して帰ってるサインももちろん、ね、うん、たくさんあるよ、はいはい、ただ、うん、行ったことないのにサインがあるパターンと か,、うん、かそれって結構言われたりすんね、うん、あの誰々にもらってきて、だから知り合いの知り合いの知り合いから頼まれてるとかっていうパターン、めちゃくちゃ困る、うん、それがあたかもご来店したかのように飾ってあると、うん、そう、あのお店とかね、うん、でそれで僕のサインとかも行ったことないのにある、うん、とかね、で書いたこともあるもん、どこどこさんへってあの名前あるよね、はいはい、うん、名前とかっていうのはあるし、これはもらいにくい、うんうん、あ、そうなん、そう、しかもだってそれ頼まれるときはさ、結構一流選手のサイン頼まれますよ、そう、わざわざ今並クラスの選手のサインをもらってきてはないからさ、それはちょっと言いづらかったりもしますよね、そう、結構ね、ある、なるほど、わかりました。じゃあ次ね、久々の今並クラス案件ありがとうございます。実家のような安心感、関連して質問です。控え野手が代打だけや代走だけで出場機会が終わった場合、その後のベンチでの過ごし方を知りたいです。また、代打の代打を出された時の気持ちなども知りたいです。ユーフィット、ユンケルスター、スラッガーグラブ、スパイククリーナーめっちゃ使ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいですね。はい、まさにこの2人にぴったりな質問じゃない。はいはい、ありがとうございます。たまたま専門家のお二人がピックアップした質問がね。はい、どう、代打とかさ、まあその代走、まあ、代走代打で 1打席ですぐ出番終わりましたと、はい、何して過ごしてる？いや、結構居場所困らないですか？なんか。居場所に困る。居場所に困りますね。いや、もう本当になんかベンチで声出すしかないんですよ。もう、うん、やることと言ったらもう、ね、もう出番終わってるからね。はい、うん、だからまあ僕やったら代打行きましたで、出番終わりました。ドカーよ。あんた結構ベンチでドカッとしてますよね。いや、正直そうやね。あの声を出すしかないね。うん、で、本当にもうで緊張感とかも一気に解放されるから、しかも1打席とかでもう終わってるからさ、うん、でほんまになんかもう暇よな。いや、本当に、まあ、申し訳ないですけど暇っすよね。やることないんですよ。うん、で、そう、やること終わったら、仕事終わったら、うん、めちゃめちゃお腹空いてくんね。お腹すく。だからなんか食べてるとか裏で。緊張感で食欲もなかったところから、うん、そう、もうバッと終わったってなりますもんね。うん、今日終わりって。うん、って感じかな。であと、うん、代打の代打、経験あるを出されたこと。お、いや、ない。どうしたのどうしたんですか。僕はあんねんな。あ、代打の代打ある。そう、代打で行く準備をしてて、うん、で代打の代打、うん、あ、高弘じゃない、ナミさん代打って言ってて、で やっぱり今ナミ辞めた代打荒木でっていうのがあったんちゃうかと。うん、そう、僕は経験あんねん。へー、でこの時とかもうそういうことが分かってあるから、でも、うん、そう、自分がネクストに立ちます、そしたらこのピッチャーが来ます、そしたらもう代打の代打が行きますっていうのがもう事前に分かってるから。あ、知ってんだ。そう、だからこのピッチャーが来た時にはそのまま行くよと、ただこのピッチャーが来た時にはもう代打の代打出すよっていうような準備がもうあるから言われてるよね。うん、だからね、あのピッチャー交代ってなった時点で、あ、もう出番ないなって、出番終わりかと、そういう気持ちになるから特に何もないというかね。確かにそうですね。なんか右ピッチャーだったら左バッターの人行くよとか、左ピッチャーだったら右バッターの人行くよって言われてるんで、最初に、だからそのピッチャーが来て変わるっていうことだけなので、代打の代打とかにはもう、だからそう、代打の一番手とかやったらそういうことってないねんね。代打、はい、の代打を出されること、うん、出ることしかないから、うん、ただそこのプロセス、そこに行くまでには代打の代打を僕は経験をしてるかなっていうところ、はい、でそれがもしかしたら荒木さんやったんじゃないか。確か、いや全然記憶にないんですけど、うぐもりやったらちょっとショックやったな。なんて、はい、わかりました、はい、じゃあ最後ね、今並さんに質問ですが、公式戦でやる始球式って選手はどう思っていますか？早く試合始めろよと思うのか、特に何も思わないか、自分のファンの芸能人なんか出たらテンション上がったりしますか？あ、始球式ね、はいはいはい、どうやった？これ多分人によりますね。始球式投げる人によると思います。あ、そうだね、あの始球式で呼ばれるゲストによるってことね。確かに正直あの、うん、誰だっていう人もいますし、もちろんでなんか有名な人とかもいたら、
わーってちょっと感動するし、うん、そうですよね、はい、確かにね。で、僕とかやったらさ、うん、たまにスタメンで出る方やったからさ、はい、スタメンで出る時ってめっちゃやっぱ緊張すごいね、うん、すごい、はい、で今ね高弘言ってくれたけど、うん、今をときめく芸能人とか、うん、アイドルとかね、そう、うん、ね、女優さんとか、そう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 、来た時って、うん、やっぱ緊張感ありつつも、まあ、後ろ姿しか、ね、守ってたらほとんど見えへんねんけど、うん、なんかこうあーとかってなんねんけど、うん、なんかいやそうでもないな、そんなに興味ないなっていう方の時って正直申し訳ないけど、うん、もうちゃっちゃ投げてくれよって、うん、ちょっとありますよね、対応してほしいなぐらいの、そう、もうたもうやばいわけよ緊張感が、うん、もうちゃっちゃやってくれちゃっちゃやってくれって正直思うことはある。そうなんや、うん、これスタメンじゃない時ってめちゃめちゃもうウェーイってベンチから、そうですよね、そうですよね。これ言ってるけど、あれですか、女優さんとかアイドルの子とか、うん、女性以外の場合もありますよね、始球式、うん、あります。それやっぱ女優さんとかアイドルの方がいいですよね。はい、いやもうそ、うん、それはもう高弘がね、はい、うん、左側の高弘ははい、そうだね。しかもあれね、キャッチャーってボール取って、うん、ボールその渡すから、うん、はいはい、握手とかするんですよ最後にね、いいなとか。そうやな、はい、これやっぱこうちょっとこう女優さんとかアイドルの方始球式に来た時って、うん、ちょっとこう好きあらばみたいなところないですか。いや、そこそれはないです、ね、そこまではない、そこまではないですね。ああそうなんや。でも機械だとなんかその始球式前にキャッチボールとかするんですよね。ああ、あるある、ベンチ前で、はい、ベンチ前で、はいはい、相手とかするんですよ、キャッチボールの相手とか、はいはい、めっちゃ楽しそう。やったことある？ないです。ああ、僕もないね、はい、ないんだ。そう、あれね、なんかスッと行く選手がおんねん、うん、俺やるよっつってとか、マネージャーとかから頼むわ、うん、誰々頼むわとかって言って、うん、あれ役得やんな、うん、あれいいっすよね。それいいっすね、あれいいっすよ、うん、やったことはないけどね、そんな楽しいキャッチボールないね、はい、そう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 、そうです。はい、わかりました。はい、質問以上です。はい、まあ、今回質問コーナーね、初めて、はい、質問コーナーでゲストって初めてやからね、初めて、あ、そうですね、はい、もう本当にもうたまたま遊びに来てくれた荒木隆弘、今日はありがとうございました。ありがとうございます、日本から、はい、ありがとうございます、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。